ちゃんと体にね、末端まで、血液を送るように、ほんで、ちょっと腕グーパーグーパーしてください。はい。はい。じゃあ、足の指もグーパーしてください。でこれでね、かなり冷え性、自律神経の方も、良くなりましたので、毎週金曜日、タミとか講義行ったら、えらい原稿になったわっていう声も、聞いておりますので、そのうち、シープ1分ぐらい取り上げられるんじゃないかなと思ってます。今月から、今月じゃない、去年から、2週間に1回に講義を、変更しております。なかなか毎週ね、金曜日に、来られる方はなかなか難しいですし、まあまあ僕も難しいですし、お仕事されてる方もちろん、毎週ね、お仕事されてるだけではなく、皆さん毎週行くのはなかなか大変ということで、そして、まあ、冬寒いということで、2週間に1回、講義を、変更しております。で、日時が2月の、講義の予定、3月の講義の予定をお伝えさせていただきます。携帯にでも、メモをしてみてください。お願いします。2月、8日と22日です。2月の8日、2月の22日、そして3月も、3月の8日、3月の22日に、講義を行います。2月、3月とも、第2、第4金曜日、そして、6時半より、こちらで行いますので、皆様、お知りに何て言うか、メモして、周りの人にも、伝えていただけるようよろしくお願いいたします。まあまあ、毎週毎週講義することにも意味はあるんですけれども、まあ、寒い中毎週来ていただくっていうのはなかなか大変な話、そして、まあ、冬ですので、まあ、忘年会新年会等々、あると思います。でお仕事の方も、2月3月の決算、新学期等ありますので、ね、学生の方もお忙しくなってくると思います。その中で、毎週、ね、集まっていただくことにも意味があるんですけれども、金曜日の夜っていうのは本当に、僕たちの、ね、生活にとって非常に大事な時間だと思いますので、その時間を時に、まあ、講義があるということを伝えていただきたり、周りの方と親交を深めて、原爆の問題を、まあ、もちろんね、話題に出していただいたりとか、まあ、お休みの時間にしていただけたらなと、思っておりますので、2週間にいつも講義の、まあ、入といたしまして、ね、お休み、皆さんにしっかり休養を取っていただきたいということと、周りの方と親交を深めて、改めて、この夏もう一度大井原発、再稼働、暫定的な、基準で動いている大井原発の、再稼働の是非というものが、問われてくると思います。で規制委員会は4月、9月の、再稼働の、点検の前に、7月に、もう一度見直すということになっております。でそこで必ず、関西電力そして、に対して大きな声を集める時だと思いますので、今はしっかりこの輪を、広げていくことを、考えて、ずっとの大阪の、金曜日の講義の、2週間に1回の、実施ということで、皆様にご理解いただけたらと思っております。どうかよろしくお願いいたします。毎度毎度の、お願いなんですけれども、その前の、道路かなり交通量が多くなっておりますので、皆様ちょっとずつ、こちらに集まって、ビルの方に一歩ずつで、構いませんので、お願いいたします。歩道のところを開けていただきますと、講義に参加される方、されない方も、通れますので、ね、事故等があったらなかなか講義を続けることも難しくなって、いきますので、皆様は、ね、お互い声を掛け合ってください。お子様連れの方も、少なからずおらっしゃる、いらっしゃると思いますので、お子様ね、いらっしゃる方、とか、車椅子や、ね、体ご不自由な方、に周りの方が、気を使ってあげて、通りますよとか、講義中にもかかわらずでも、声を掛け合っていただけると。と思いますので、どうか、よろしくお願いいたします。それではね、また20分から、25分くらいで、一回一回行っていきたいと思いますので、皆様ご自身の体調管理よろしくお願いいたします。グーパーグーパー忘れないでくださいね。はい、それでは、しっかり、講義しましょう。夏絶対に関西電力、
3、4号機強引に動かそうとしてきまして、値上げのパブリックコメントも28日までです。なんかね、国が全部決めてるように思いますが、関西電力黙ってるだけで、僕知らないしみたいな顔してるので、しっかり抗議していきましょう。最下の反対、最下の反対、抗議を止めろ、抗議を止めろ、原発知らない、原発知らない、最下の反対、最下の反対、原発止めろ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 。
本日の中途能力機会の、関西電力本社前の恋行動の中継を終わります。関西電力の本社前では他の団体もいろいろ恋行動をやっておりまして、次は関連包囲行動という団体が主催しておりますね。こういうことで中継していきたいと思います。中国度も高いです。地域でやっぱり3原発、脱原発の声を広げるっていうのが大事だなと思う、よく僕は思ってます。ちょっと寒くて火事館ですと申し訳ないんですが、ちょっと隣に負けじとちょっとコールしましょうか。原発反対、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 再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、原発反対、原発反対、
もう大阪地裁もですね、ええ加減にせよことでしっかりですね、ちゃんとさせていかないとこれから先が思いやられますので、抗議の声を上げていきたいなと思います。で、あと原発の方もですね、冬の峠に差し掛かるところで、まあ、今のところ再稼働の話できてませんから、なんか去年の秋頃はですね、冬の電力不足が心配やとかですね、わけのわからんこと言うてた電力会社もさすがにこの嘘でですね、再稼働を突っ走るのは無理だと、まあ、それは分かってるようで今のところ再稼働話は出てません。夏に向けてですね、参院選の後とかに出てくるんちゃうかと、まあ、いうことになってます。これから原発の話もですね、またいろいろきな臭い話が出てくると思います。でそれら放射能の話も弾圧の話も原発の話もどちらかというと止めるふりして後押ししてきたのが橋本徹率いる維新の会なわけでありまして、今年の夏の参院選に向けて原発問題から何からいろいろ我々も勉強してですね、備えなければなりません。これから半年、非常に重要な半年ですから、皆さん力を合わせて頑張りましょう。今日の関連前の関連本位行動の金曜のやつはそろそろじゃあ締めたいと思います。寒いです寒いです。はい、というわけでお疲れ様でした。はい、どうも。本日の中継はこれで終了させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。